はい、到着しました。明けましておめでとうございます。今年一発目の、ソロキャンプ動画ですね。まあいつもと変わらず、まあ変わり映えのないソロキャンプですけど、本年もよろしくお願いいたします。それではですね、テント設営していきたいと思います。はい、設営完了しました。今回のテントは、今回ですね、初使用、ソロキャンパー初使用になる、天幕のですね、幕ですね。いや、この色がいいですね。この緑に映えるというか、しかも完全自立型、私の大好きな、タイプのテントですね。これからちょっと荷物を中に、入れて一杯飲みたいと思います。はい、それではお酒を飲んでいきたいと思います。今回、今年一発目ですね、濃いめのレモンサワー 5% と強炭酸で割って飲みたいと思います。できるだけリバースしにくいように、ね、調整して飲みましょうかね。はい、それでは、2025年も違う。それでは2024年もよろしくお願いします。ソロキャンプ最高、乾杯。すぎる。今年一発目から最高の酒。たまやんいいな。これもウォッカとかジンばっかり飲んでますけど、これもいいっすね。うまい、やっぱ。あー、最高じゃ。まあ基本ですね、氷は入れないんですけど、やっぱりなんだかんだ言って冷たいとうまいな。このテントですね、全室と、まあ更室ですね、なる部分があるんで、反対側を例えば調理用の前室にして、後部はですね、このように荷物を置くためのですね、スペースになります。これはすごい便利ですね。実はですね、今回、自分で購入したニューアイテムを持ってきました。 ISE マウントアウトドアだったんですね。じゃーん、ランタンハンガーです。これですね。しかもこの自由自在にですね、こう曲げられる、ね、そしてこのようにネジがついててですね、ネジをこの滑車のところですね、出すことによって固定されるというですね、こういうギアです。なかなかですね、届かなかったんですよ。で、本当に来るのかなとちょっと心配してたんですけど、無事届いたんでほっとしてます。
このですね、まあ、ロックするものがついていて、だいたい30センチですね。この幅が30センチの、テーブルに取り付けられる、ね、最大30センチ、はい、こういう感じでちょっとつけてみました。まず固定ですね、この位置に。そしてこういう感じですね、取り付けます。こう角度をですね、微妙に調整できるんですよね、まあ、こんな感じで使えばですね、全く問題ないね。これはですね、コンパクトになりますし、こういうですね、キャンプでも使えますし、まあ、コンパクトなですね、テントでのキャンプも使えるし、ちょっと大きめのですね、テーブルでも使えるんで、これ買ってよかったなと思いました。ただですね、ちょっと土台の部分の安定性がないんで、グラグラするんですよね。風が吹いたりすると、こんな感じで、安定性に欠ける部分がある。で、この点がちょっと好みが分かれるとこかなと思うんですけど、今日実際、ちょっとこれ、ランタンハンガー使ってみたいと思います。はい、今日のお昼ご飯はこちらの、まるちゃんバリウマごぼ天うどんです。ちょっと変形してしまいましたね、運んでくるときに。はい、それではいただきます。スキバイ博多とかごぼ天、こんにちは。うまそうですね。いや、やっぱりごぼ天うどんはいいっすね。いただきます。熱そう、うまそう。うん、うまい。いやー、うまい。ごぼうがうまい。うどんもうまい。だしもうまい。完璧。やば、あ、危なかった。むせたけど飛ばんやった。全部よかった。この年になるとですね、すすりすぎるとむせるんで気をつけましょう。あんまりすすりすぎると、あの気管にですね、いろいろ食べ物が入っていってむせちゃうんで、誤嚥性肺炎には気をつけましょう、皆さんも。あー、昆布だしがうまい。完食しました。いやー、うまかった。ごちそうさまでした。まあ、毎回やることは同じなんですけど、寝床を作っときたいと思います。これから夕食の仕込みに入りたいと思います。今回久々にラージメフティンをですね、使いたいと思います。はい、お米2合今日使うんですけど、
だいたい水の量がですね、このグロメットの中心らしいんですよ、水の量が。なんでそこに合わせてちょっと水場入れます。このぐらいかな。で、この状態でしばらく給水します。はい、それではですね、給水ができたんで、これからちょっとこちらのラジメシティ、ね、でご飯を炊いていきたいと思います。気温的にも8度から9度なんで、おそらくガスはつくと思います。問題なく。さあ行きます。久々のガスでの炊飯なんで、うまくいくことを祈りながら。火を消して、それではこれからですね、蒸らしに入りたいと思います。よいしょ。ラジメスティンで2合炊いたんですけど、ほとんど吹きこぼれがなかったですね。これはびっくりです。まあかさばってもですね、吹きこぼれが少ないですね。ラジメスティン持ってった方がなんかすごい掃除も楽ですね。はい、これから、もう一品作りたいと思います。はい、こちらの牛肉です。ちょっと奮発しました。貧乏人ですけど奮発して国産牛にしました。やっぱこういうキャンプの時はケチらないようにしてます。できるだけですね。はい、それではご飯の蒸らしも、終わったんで、そろそろ開封しましょう。よいしょ。いきまーす。こんにち、こんにち、おいしょ。こんにちは。お、バッチリ炊けてるじゃないですか。素晴らしい。すごい。これはなかなかの出来じゃないですか。うん。はい、よいしょ。そして今回ですね、こちらの牛肉ねをのっけます。これをのっけます。いきます。どーんとお肉をのっけます。はい、おお、これだけでも、これだけでもすごい迫力が迫力すごい。ただこれだけじゃなくて、この後はじゃーん、明太子、明太子のっけます。よいしょ。贅沢に全部のっけます。贅沢盛り。はい、これだけじゃないです。これだけじゃないですよ。
ドン、からし高菜、これもいきます。もうこれでピンとくる方いらっしゃると思うんですけど、すべて、九州の名産品、高菜とね、国産牛、国産牛と明太子と高菜、一気にのっけました。ゆかずろう流ですね、博多、三種、博多名産三種のっけ盛り丼ですね。うわー、これ食えるかな結構な量や。はい、それではアングル変えていただきたいと思います。いただきます。うん、うまっ、バリうま、うん、これがうまくないわけがない。明太子もうまい。魚もうまい。全部うまい。全部うまい。うん。こんなうまい丼初めて食った。お世辞抜きでうまい。うん、合いますね、明太子、牛肉、高菜合う。めちゃくちゃ合います。ちょっと醤油を、ちょっと醤油をですね、タラタラと垂らせばさらに美味しくなる。あー、うまさ倍増。贅沢。
完食しました。鼻見ると涙も出てきたお疲れ様でした。うますぎて涙が出た。うまっ。今やっと落ち着きました。2024年の抱負ですね、テント300張りを目指します。今は274張りかな、5張りかな、なんですけど、今年300張りいけばいいなと思ってですね、ちょっと昨今に交渉して増やしていきたいなと思います。あとは、購入したですね、このテントを生かしたソロキャンプをこの1年でやっていくことですね。やっぱりこうレビューするだけじゃなくて実際使ってみてですね、どんな感じだったかっていうのが分かっていくようなソロキャンプにもしていきたいなと思います。皆さんどうですか、どんな、2024年の抱負、もしよかったらコメントで聞かせてください。はい、いやこちらのですね、グランドハット1いいですね。残念ながらですね、廃盤になってしまったんですけど、やっぱ完全自立型のテントは最高です。しかもインナーがフルクローズできるというですね、まあ、出入り口はですね、これ半分しかない、メッシュも半分しかないんですけど、こっち側もこっちもないですね、半分フルクローズ、フルオープン、フルメッシュ、ね、ただポケットが結構ですね多いんですよ。なんで例えば収納袋ですね、各、収納袋をあそこに入れたりとかですね、貴重品入れたりとかできるんで、すごい使い勝手がですねいいです、これはいいテントですよ。もったいない、廃盤にしたのが本当にもったいない、天幕さんもったいないです。あとですね、こちらのやっぱランタンハンガーいいですね。遠くから見るとですね、なんかこう枝に見えるんですよね、枝がこうしなっているように見えてすごいかっこいい、これはちょっとこれからも使っていきたいですね。バックパックにも持っていけるぐらいのコンパクト性なんで軽いし、さあちょっとですね、寒いとバッテリーの減りが早い、このタブレットもそうだし、この使ってるカメラのバッテリーもですね、ガンガン減っていきますね。なんで今日はちょっと、まあこれでちょっとお開きにして、明日のためにあと一つ電池があるんで、明日の朝用に温存しておきたいと思います。はい、それでは皆様、まあこの後もちろん歯磨きますよ。はい、今回はちょっと歯磨きシーンはバッテリーの都合で映せないですけどね。はい、それでは皆様。おやすみなさい。また明日。おはようございます。今時間が5時、6時か。気温が5度ですね。そんなに冷え込んでないですね、相変わらず、九州はこんなもんでしょうね、氷点下いかないですもんね。よいしょ。いやでもこういう寒い中であったかいコーヒーを飲むのがまた美味しいですね、キャンプの醍醐味。昨日はですね、ちょこちょこ目は覚めましたけど、ぐっすり眠れました。気持ちよかったですね。また夢見ましたね。なんか夢見るんですよね、本当になんかキャンプしてる時って。昔トラックドライバーをしてたせいか、なんかトラックを運転してる、運転してるじゃないな、なんか出勤してる夢を見ましたね。
シフトで次の日は鹿児島って言われて、鹿児島かよみたいな。しかもなんか天気予報で雪マークがついてて、雪で鹿児島行きたくねえなーとか思いながら、11時に出勤なんで、もう夕方から行って会社で寝ようみたいな。なんか寝袋で寝ようみたいな、なんかキャンプにちょっとつながってるようなわけわからん、寝袋が夢に出てきて、ブラックドライバー自体は本当時代は懐かしい、よう頑張ったです。本当にちゃんとコーヒー持ってきました。コーヒーを、昨日はですね、リバースはしませんでしたよ。はい。やっぱあのぐらいがちょうどいいのかな。5% ぐらいを炭酸水で割って、ちょっとずつ飲むとかですね。ちょっとほろ酔い気分で良かったなって感じがしたんで、体にもあっちの方がいいかなと思いました。度数が低い方が。はい、今日はフランソワのリンゴでどうぞ。アップルパイかな、いただきます。うん、うまい。めったに食わないですけどね、甘いパン。あーうまいな、コーヒーが。コーヒーうまっ。寒い中で飲むからうまいでしょうね。めっちゃうまいな。毎朝ブラックコーヒーは飲んでますけど、さすがにこの寒空では飲んでないんで、やっぱ寒い中で飲むコーヒーは最高やな。本当にこれもキャンプの醍醐味。テントはですね、昨日は完全にフルクローズした状態で寝たんですよ、このインナーを。でも結露はですね全然ないんですよ。なんで、まあおそらく透湿性があるんでしょうね、湿気を逃がすタイプ。しかもですね、まあ一応林なんで結露がなかったんじゃないかなって気はするんですけど、フライの裏も全然結露してないですね。優秀ブラントハット2、優秀だぞ君は、素晴らしいぞ。しかも生地もですね、リップストップ加工です。すごい質がいい、で今回ですね、ドアもう朝起きてこっち閉じちゃったんですけど、上からも開けられるんですね。ダブルスライダーになってるんで、まあ換気しようと思えば上からも開けられますし、覗き窓なんですね。大好きなんですよね、覗き窓が。なんで昨日寝る時にちょっと外の様子見ようかなと思って、上から開けて、ここも上から開けて、外をこう開けて、ライトでこう照らして、まあ、特に野生動物とか何もいませんでしたけど、ただ覗くだけなんですけど、テントの中から外の様子を見るのが大好き。
そんなやつです、はい、このランタンハンガーも大活躍してくれましたね。実はこれだけだと不安だったんで、小川のコンパクトランタンを持って行ってたんですよね、うん、このぐらいの高さのランタンなんですけど、まあ、これがもし使えなかったらそれを使おうかなと思って予備で持ってきたんですけど、使えませんでした。で実際一泊で使ってみてもですね、まあ、よほどこう持ち上げて運ばない限りはそんなにぐらつきはないですね。風がなかったっていうのもあるんですけど、全然問題なかったですね。無風でこういうね、うん、固定できるテーブルがあれば大活躍してくれるランタンハンガーですね。はい、我が家の紹介いきます。まあ広い全室ですね、かなり有効活用できます。いいテントグランドハット1ですね。でこちらのランタンハンガー最高ですね。ヒルトホッパーとこちらがフュージョンですね。外でこのグランドシートも毎回大活躍してくれますね。はい、本当にポケットが多くて大活躍します。このテントですね、買ってよかった。なくなる前に。で、昨日のマットは、まあ、いつものネオエアXサーモン。全然空気は抜けないし、ポカポカ。ね。こちらの寝袋も大活躍。ね、カリンチャディフェンス6とグリズリーインナーと、こちら U ジャックのピローですね。このピローがですね、寝心地がいいんですよ。爆睡間違いないし。でこれだけ有効活用できるのもですね、この裏側にね、あの荷物を送るスペースがあるっていうところですね。こういう感じで、はい、これは助かるね。本当に何にこういう紐もですね、ラジオを吊り下げられたりとかですね。でこちらですね、やっぱりインナーを吊り下げたまま全部まとめて設営撤収ができるっていうのが本当にですね、私の大好きな機能なんですよ。これがやっぱりいいですね。楽、めっちゃ楽。あー帰りたくないもうずっとここにいたいな。まあ帰りたくないですけど、名残惜しいですけど撤収していきたいと思います。撤収完了しました。やはりテントがですね、適当に袋に突っ込んで直せると早い。で結露もしてないと早いですね。あっという間でした。いや昨日はですね本当に楽しかった、毎回同じこと言ってますけどね、本当に楽しかったですね。あの九州ですね、ご当地丼も美味しかったし、いやもうなんか幸せやなこうやってソロキャンプができることが幸せ。現実逃避です。まさに最高の現実逃避ですね。それではですね、まあ改めて言いますけど、2024年もよろしくお願いいたします。楽しくソロキャンプをしていきたいと思います。もちろんですね、テントレビューもやりたいと思いますんで、楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。
こう、キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう。